子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんばんは。今日は自宅で簡単にできる新品の革靴の履く前の手入れについて紹介していきたいと思います。まあ、革靴、まあ、新品で購入して、まあ、このまま履いてしまいがちなんですが、まあ、一手間加えることによって靴を長持ちさせることができますんでね、ぜひやっていただければなと思います。使用する道具はまずはデリケートクリームなんですけども、サフィールのナッパ、ホホバオイル配合のナッパです。まあ、水分と油分が補えるクリームになります。それと靴墨ですね。靴墨、うん、まあクリームです。まああの革と近い色のもの、もしくはこう無色のニュートラルカラー、まあどっちでもいいと思います。黒の靴であれば、まあ、黒い靴墨クリームを使って、まあ、もしくは色に関係なく無色のものを使うで十分だと思います。それでは早速やっていきたいと思います。まずシューツリー、まあ入れた方がいいでしょうね。まあなくても、まあ、できますけどもね、まあ、できれば入れた方がいいと思います。シューツリー入れまして、まあ、この靴製造されてからしばらく日数経ってると思いますんで、まずは水分と油分を補うためのこのナッパデリケートクリーム、これを塗っていきます。まあ、油分同様水分も重要なんですよね。まあ、薄く、まあ、スピーディーに塗っていきます。こんな感じでいいと思います。まあ、これ浸透早いんでね、すぐ伸ばした方がいいと思います。はい、デリケートクリームが塗り終わりました。次は、靴墨のクリーム、今回は同系色の色塗っていきたいと思います。こういうふうにクリームを塗っておくことによって、突然雨降ってきた時とか、まあ、靴ダメージ受けにくくなるんですよね。あと机の足にこうつま先ぶつけたりした時に大きなダメージを受けなくても済むということです。これ、まあ、当たったとしてもクリームが塗ってあるとこうちょっとしたこう擦れで済むんですけど、塗ってないとこうちょっとこうめくれたりする時があるんですよね、革が。まあ、そういうのが割と防げるようになると思います。これやっとくことによって。はい、クリーム塗り終わりましたんで、次はコシの強い豚毛のブラシでなじませていきたいと思います。
こういう引っ込んだ部分とかは斜めにしながら毛先を入れていけばいいと思います。はい、ブラッシングして毛穴のこう隅々までクリームをこれで入れ込みました。で、入りきらなかったクリームはまあ何でもいいんですけど、まあこれは使い古した寝る生地です。まあこういうものでこう綺麗な部分を使ってですね拭いていきたいと思います。飯？了解。もうちょっとしたら行く。はい、余分なクリームも拭き取りましたので、まあ、これで完成です。まあ、たったこれだけで簡単ですので、まあ、皆さんも履き下ろしの際にはこれやられた方が、まあ、革靴長持ちしますんでね、おすすめです。この靴は、WH という メーカー、まあ、ブランドの靴なんですが、ファッションディレクターの星葉義正さんっていう方と、シューズデザイナーの坪内宏さんという方のダブルネームで作ってる、まあ、ブランドの靴なんですけど、WH。まあ、これすごく履きやすいんですよね。これ買う前は、こちらのローファー買ったんですよ。これな、WH をさらにナノユニバースで別注かけたのかな、ナノって書いてるんで、バタフライローファーっていうらしいんですけども、私ローファー好きで、まあタンク2は大体ローファーですね。ブーツは大体ウィングチップなんですけども、まあ、これ初めて買って履いたんですけど、ものすごく履きやすかったんですよね。まあ、ソールはビブラムのちょっとこう発泡してる、なんだろうな、スニーカーのソールみたいな感じなのかな。まあこれタンクソールなんだけど、すごくクッション性があるんですよ。だからすごく軽くて履きやすい。あとインナーソールもこれスニーカーっぽいカップインソールなんですよね。こういう感じでスニーカーに使われてるみたいな感じなんですよ。ですから歩いても疲れませんし、また軽いですから、まあ、気に入って、まあ、もう一足こっちも買ったような感じです。でこの靴はまあ、ビブラムソールもすごく調子いいんですが、もうこの革もなんかフランスのアノネイシャってとこの革らしくて、すごく上質なんですよね。まあ、デザインもこうあれですよね、ちょっとこう厚めのソールで今っぽいっていうのも、まあ、気に入ってるんですが、まあ、話戻りますけども、まあ、新しい靴履き下ろしの前に、まあ、こういうことをやっとくと、まあ、本当当たりに対して強くなるんですよね。もうコツってぶつけただけでもクリームの上をこうスッて滑るだけみたいな感じで、革がこうガサガサガサってなったりしないんですよ。あとまあ急に雨降ってきた時なんかもある程度弾きますんでね。これそのまま履いちゃうと全部こう入っちゃうんですよね、革に。雨の当たったこうポツ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 みたいな感じでやっておくといいと思います。まあその方が大切な靴長く使えますんでね、皆さんもぜひやってみてください。それではまた後ほど、さようなら。